原口、ライデルの投球にブチギレて猛抗議。さすがにおかしい。中日ファンだけど、さすがに原口に同情するわ。普通に原口のルーティーン長くね？審判がプレートコールした以上、ライデルが攻められるのは違う。審判を攻めんとあかん。これしなくても余裕で抑えられるでしょ。タイム解除されて普通に構えてないのが悪いわ。バットを上げたら構えたことになるだろ。コーチまで出てきて大ごとになってるな。名将立浪、一塁側ベンチから高見の見物してる。原口しか文句言ってない時点でお察しやろ。なんで構えてるのによそ見してるんや。これは原口が悪いと思うよ。全然ライデルは大丈夫。アツシは何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。